不発弾。不発弾は、起爆に関する機構に何等かの不具合があって、爆発せずにある砲弾、ロケット弾、誘導弾などの弾薬類の総称である。不発弾は、加工品である弾薬が正常に機能しなかったという点で、抗議の不良品である。元来、人や物品、施設に損害を与えるのが目的である以上、一定の破壊力を有しているため、 のちのちになって何らかのきっかけにより動作した場合には、本来の目標とは異なる対象を破壊してしまうこともあり、特に戦闘が終結した後に残された不発弾で問題とされる。不発弾の原因のほとんどは、新艦の動作不良によるものだが、外見から原因を断定するのは困難であり、取り扱いには注意を要する。原因の一例を挙げれば、以下のようなものがある。 この他にも様々な要因によって不発弾は発生し得る。効果の遅延、長期化を狙って次元新艦の起爆タイマーが数百時間にセットされたものもあり、外見から不発弾と区別することは不可能である。炸裂機能のある弾薬類は基本的に先端、後端、または両端に取り付けられた非常に敏感な新艦が先に炸裂し鈍感だが、 威力の高い作薬を誘爆させる構造になっている。新化は、衝撃などで作動する激震が敏感だが、威力の弱い起爆薬を爆発させ、やや感度は劣るが、威力の高い電爆薬を誘爆させる構成が、一般的で、このような弱い爆薬から強い爆薬へと連鎖、反応的に誘爆させていく機構を作薬系列と呼ぶ。通常は、この作薬系列に噛む、タイマー。 電池、レーダーなどを組み合わせた安全機構を組んで、無用に爆発しないような状態で貯蔵、運搬される。使用される際に、この安全装置を外し忘れるといった辞任的な原因でも不発弾は発生する。十九世紀後期以降に開発された、校射法や、関西法、野戦法の多くは、用途や、標的の種別に応じて、砲弾の進化を変更して発射できることが、 一般的であり、砲弾の先端には新幹を取り付けるためのネジ山である新幹孔が切られている。こうした砲弾は、平時は内部の策略の保護や弾掛けなどでの輸送のために、弾頭線と呼ばれる木製やベークライト製などの保護線や溶断線と呼ばれる取っ手、またはアイボルト付きの金属線が取り付けられており、こうした弾頭線の外し忘れや、 弾頭線取り外し後の新汗の取り付け忘れなどの人的ミスにより、新汗が取り付けられていない状態の砲弾が発射されることがある。こうした砲弾は、新汗がないため、着弾しても炸裂できず不発弾となる。多くの弾丸、特に銃弾は、弾頭と発射薬、創薬、重要来管が薬莢に組み付けられた相談、実砲の形態で使用者に供給されることが多い。 また、大砲でも、比較的小口径のものの場合には、銃弾と同様の形態で砲弾が供給される場合がある。こうして構造の弾丸の場合、何らかの原因で雷管が不発火、あるいは雷管が発火しても創薬が不発火することにより、不発、不発射弾が発生する場合がある。砲弾の場合には、たとえ雷管が発火して発射されても、 着弾後の新汗の不発化により結果として不発弾が発生しうる。消火器の弾丸の場合、作動不良を起こした弾丸を重機から抜き出さないと次の弾丸を発射できない構造のものも多い。特に発射薬の燃焼エネルギーの一部を利用して自動的に再装填を行機関砲、機関銃、短機関銃、自動拳銃などの自動火器ではそこで、 連続発射が止まってしまうものもあるため、発射トラブル、排材や不良、ジャムとなる。チェーンガンないしガトリング砲のように外部から動力を得ているものは、空薬卿も不発弾も区別なく、強制的に捨てられるため、動作不良の原因になることはない。迫撃砲の不発射の場合、新艦は作動していないが、発射創薬が生きている状態となる。しかも、 方針の一番下にある砲弾を専用工具などを用いて方向から取り出すという特殊な作業が必要なる。富士総合火力演習にて迫撃砲の不発射が観客の目の前で起きたことがあり、以後は安全策として観客席から離れた位置からの射撃に変更となっている。戦車のように密閉された場所の場合、狭い車内で砲弾を安全に薬室から取り出した。 後に狭いハッチから外に出し、車体上から地面まで下ろさなくてはならないため、不発射弾の処理には大きな危険が伴う。無反動砲のような火砲の場合、激震で雷管を叩いて不発射となった場合、後日の地発が疑われるため、一定の時間射撃姿勢を維持して、射出に備え、定められた時間が経過した後に砲手及び副報酬、安全係などが、 車上指揮官の統制の下、不発弾を安全な方法で回収し、処理部隊に構想している。弾頭と発射薬が分離されている大型の、榴弾砲などで、創薬の不具合が原因の場合、一定時間経過後に創薬を交換して射撃する場合もある。無反動砲の縮み射弾射撃の場合、操作ミスにより、 不発弾が発生してしまう場合が存在するが、基本的にその場で処理される。84mm 無反動砲の場合は、64式 7.62mm 小銃を傾行して、不発射となった弾薬を射撃処理する。60式 106mm 無反動砲の場合は、12.7mm 重機関銃、M2 やスポットライフルを用いて処理する。 激震の打撃と同時に発火しなかった雷管、または発射薬が時間を置いてから発火する事象は、地発と呼ばれる。不発射弾が、薬室に装填されたままの状態で地発が起きた場合、通常の射撃同様の威力で弾丸が発射されるため、暴発や誤射などの重大な人身、物損事故の原因となり得る。日本における、狩猟、射撃競技用のライフル銃や散弾銃の、 取扱容量においては、不発射弾は不発であると同時に地発であることも、想定して、事後処理を行うことが推奨されている。蒸気取扱容量においては、引き金を引いて、撃鉄を落とした際に不発射弾が発生した場合には、地発に備えて、薬室をすぐに開放せず、銃口を安全な方向に向けた上で、その射撃姿勢を10秒程度維持し、 地発が発生しなかったことを確認してから、銃の薬室から不発射弾を取り出し、速やかに銃砲点に不発射弾の廃棄を依頼することとされている。資料によっては、地発はなどにおいて多く見られるともされている。地発は蒸気の時間をはるかに超えてから発生する場合もある。64式 7.62mm 小銃の開発者の一人である、 伊藤新吉の著述によると、科学警察研究所にて、浅間山荘事件で犯人が狂気として要された、散弾銃及び紙結成実砲を殺傷能力鑑定のために立てこもり当時の状況を再現して実写試験を重ねていた際に、一発の実砲の不発火が発生。技官が、その不発射弾を室内射撃場の床の上に安置して、 試験を継続した後に帰宅したところ、不発車弾であった実報が夜間に中発して、車場内に散弾がバラバラに飛散していたことが翌朝になって確認された事例があったという。伊藤はこの件について、不発火から地発発生までの正確な所要時間は不明なものの、計測を行っていれば、おそらく地発の世界最長記録となっていただろう。記述している。かつて小獣。 三段銃実砲が黒色火薬による品質のばらつきの大きいハンドロードが主流であった時代には元折式三段銃においては撃鉄が機関部の外に露出した u 系統と呼ばれる構造、わゆるオープンハンマーが存在したため銃によっては不発遮断を装填したまま撃鉄を起こし再度来艦への打撃を行うことで撃発を起すこともあった。特にアメリカ軍では ボルトアクションの M1903 小銃やセミオートマチックの M1 ガーランドまでは薬室を閉鎖したまま撃型や撃鉄を起こすことが可能であったため消火器装填上においても不発化の際には中発に備えた待機の後の不発遮断排除よりも来管の再打撃が優先される場合があったが第二次世界大戦前後には多くの国家において無煙火薬による品質の安定した 工場相談が主流となったため、ほとんどの銃が撃鉄が機関部に内蔵されたことで、単独コッキングが行えなくなった武系統と呼ばれる構造、インナーハンマーに移行し、再打撃による発火の思考は、不発火に対する対処法の主流ではなくなっていった。戦時中において、不発弾が問題とされるのは、作戦、戦術の可否においてのみで、 特に大量の爆弾を使用している場合には何割かが爆発しなくても予測できる範疇内であればほとんど問題とされない。例えば爆撃において2割の爆弾が不発弾になるとの予想があれば2割5分多めに爆弾を積載して爆撃するといった方法で対処さる。この不発弾に機能上に欠陥がなくとも爆発しなかったものがある場合 安全装置が外れた、新艦に適切に衝撃を加えさえすれば、すぐ爆発する状態で放置されることになる。このような不発弾は、一種の地雷のようなもので、戦後復興の妨げになる。フランスでは、第一次世界大戦の不発弾が今でも大量に、残っており、すべてを処理するには700年ほどの時間を要すると、される。爆弾は、通常、 鉄製の容器に火薬を充填しており、特に戦乱の長く続いた地域で発生する資源不足の折に、スクラップとして、鉄製品にリサイクルされるという例もある。こうした目的で、不発弾を回収したスクラップ業者などが、新艦を処理する段階で失敗、爆発させてしまい爆死するという事件も報じられている。また、 畑などに落ちた爆弾を処理しようと掘り起こしていて、被害に遭うケースもある。第二次世界大戦の際、米国は日本に対して、焼夷弾を大量に使用し、この中にも発火に失敗して、不発弾となったものがあった。大量の小型爆発物を散布するクラスター爆弾のような兵器では、後々に残る不発弾の量も多く、使用された紛争地域での問題となっているため、 オースロ条約など規制を求める議論も起きている。2018年8月、ドイツブランデンブルク州で山火事が発生した際には山林に散乱していた不発弾が多数爆発。負傷者はいなかったが、消火の支障となった。爆弾をわざと劣化しやすいように設計し、一定期間経ったものは爆発しないようにする設計思想もあるが、この方法は 動作不良にもつながるため、採用はあまり進んでいない。不発そのものを減らす工夫ではないものの、不発弾を発見しやすく、注意を喚起するよう、黄色などの目立つ色に塗装することもある。これらは、不発弾回収の瓶を考慮してのものではあるが、逆に目立つ色であることから、事情を知らない子供が拾っていらっていて爆死する、ケースもある。 アフガニスタンで使用されたクラスター爆弾では、黄色い清涼飲料水の容器サイズである、円筒形の小爆弾に、帯や風船、小さなパラシュート構造がついていたが、これを市民がいらって死傷したため、先の使用禁止の議論にもつながっている。これらは人道的な目的で、空中等加内し配布した、難民救済用の食料パック HDR、ヒューマナテリアンデイリーラションス、デーションが、 追知した黄色のビニール袋で包装されていたため、さらなる混乱を煽っていると非難された事例もある。2003年のイラクでも、配布された食料パックと玉体が似ているとして、動詞の問題が指摘され、混乱を避けるため、後に、食料パックは、オレンジ色に変更された。不発弾処理は特に危険であるため、自衛隊内でも特に専門教育を修了した。 隊員のみが実施する業務となる。陸上自衛隊及び航空自衛隊では、不発弾処理要員として、一定以上の資格を持ち隊員に対して、不発弾処理機少が授与される。第二次世界大戦において、空襲を受けた、市街地や地上戦の行われた沖縄、洋島などの各種建設現場、マンションなどの再開発、鉄道の連続立体交差工事など、 や海岸から不発弾が発掘れることは現在でも珍しくなく大規模な空襲を受けなかった京都でも戊辰戦争当時の砲弾が発掘された事例もある。これらの自衛隊外で発生した不発弾を部外不発弾と呼び陸上自衛隊は各警察本部長から海上自衛隊は自治体からの要請で処理に当たっている原則として陸上で発見された不発弾及び 漂着機雷等は陸上自衛隊が処理し、浮遊機雷や海上自衛隊が直接通報を受けた漂着機雷等は海上自衛隊が処理する。実際に戦争で使われたものではなく、演習場での実弾演習時にも砲弾などの不発弾は一定量発生しうる。このようなものは部内不発弾と呼び、通常は直ちに爆破処理されるので、社会的な台になることはない。 しかし、中には演習場に入り込んだ軍事マニアらが、不発弾を持ち出し、演習場外で誤って爆発させてしまうという事故も、発生している。これら不発弾は、所持だけでも爆発物取締り罰則に鉄積に問われる。過去の爆発、爆死事故事例では、マニアが持ち出した砲弾を着物に改造しようとして、新刊を外そうとしているうちに誤って爆発させて、しまった。 ケースなどが報じられており、このほか爆死した自衛官の家宅捜索で違法な重火器、爆発物収集マニア向けに加工不発弾などを反するため蓄えていたとみられる大量の武器弾薬が発見されたことから、周辺住民退避の上で不発弾処理班が出動したケースも2003年に報じられている沖縄自衛官爆死事件。沖縄県では観光客や 修学旅行生が海岸などで沖縄戦の不発弾を偶然見つけて習得し持ち帰ろうとして那覇空港などの検査場で発見され回収される事例が起こっている不発弾を発見した場合はいつ爆発するか予測がつかないため危険であるためむやみに近づかずに消防に119番通報するかまたは最寄りの警察署に通報するなどして 専門家に任せることが進められる。日本国内における第二次世界大戦で使用された不発弾による事故としては以下のような例がある。実際に不発弾処理作業が行われる場合、災害対策基本法第63条に基づく警戒区域が設定され、周辺を封鎖し安全を確保して行われる。封鎖地域への立ち入りは禁止され、 地域内の住民や病院に入院中の患者などは地域外への避難を余儀なくされる。特に都市部の幹線道路や鉄道路線が封鎖地域にかかる場合、道路の通行止めや列車の運行が中止されるため影響が大きい。そのため通勤、通学などへの影響が少ない日曜日に行われることが多い。なお、撤去後の弾薬については、かつては 海中投機も行われていたが、2007年以降、海洋汚染防止のため、すべて陸上処理されることとなった。不発弾に新艦があり、外すことができる場合には、現地で外した上で自衛隊駐屯地等へ搬出した後に爆破処理するが、新艦を外すことができない場合には、現地で爆破処理を行う。沖縄県の現地処理の一例では、 不発弾の近隣に数メートルの深さの穴を用意し、ライナープレートや大型土ので飛散防止対策を講じてから不発弾を穴の中へ移動させて爆発させる。沖縄県の防災危機管理課によると、不発弾の爆発で生じた民間人の被害に対する国からの補償は、保証金ではなく、見舞い金という形で存在している。 2009年1月に糸満市で起きた不発弾爆発事故をきっかけにできたもので、沖縄特別振興対策調整費の一部、事業名、沖縄県不発弾等安全基金として、条例に基づき死亡の場合1、0円、負傷の場合は程度によって750万から314万円を沖縄県が支払うことになっている。他方で不発弾の処理にかかった費用については、 負担先を規定する法令が存在せず、このため処理費については、不発弾が見つかった土地の所有者に対して求めるケースが多い。これに関連して、2015年5月9日に大阪市何区日本橋で行われた不発弾処理で、不発弾の発見された土地の所有者が、大阪市に対し、不発弾処理は戦後処理の一環であり、行政が責任を負うべきであるとして、 大阪市を相手取り、大阪地方裁判所に処理費の返還を求める訴訟を提起し、係争中である。また、この訴訟に絡み、大阪市側も日本政府に対し、戦後処理は国の責任であるとして、訴訟参加を求めたものの応じなかったため、土地所有者は国を相手取り同年12月9日に、新たに同祭に訴えを起こした。2018年2月、 訴訟は所有者側の敗訴となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。